とすいません、今からちょっと実験してみたいのがルーメンですね。フラッシュライト前に紹介したルーメンなんですけども、今ちょうど5時前もう、これがちょっと薄暗くなってくるかなっていう瞬間なんですけど、まだ周囲は明るいですね。これに対して言えばシールド、例えば1000ルーメンと、それを超えるルーメンのものがどれくらいの差があるかということをちょっと実験したいと思います。ちょっと光源の方がですね、カメラにちょっと直接映りますので、ちょっと不快になる方はこの動画をちょっと閲覧注意ということで見るのをやめていただきたいなと思いますので、ちょっと実験します。今その自分のこの、立っている位置、あそこでライトを置こうと思いますけども、ちょうど約置く場所は大体3メートルになります。今ちょっと距離測ったんですけども、ちょっと置いてみます。ちょっと相方がいるといいんですけども、ないもんですからね。やってみます。すいません、ちょっと閲覧注意になってきますので、今1000ルーメンの光源があります。こんな感じですね、これが大体1000ルーメンの光源の力ですね。どうですかね、今ちょっと肉眼でも見てるんですけども、確かにすごい光なんですけども、夜間と違ってやっぱこう日中が明るいと普通にあれですね、動くことはできますね。これだけで防御できるっていうことはないです。あくまでシールドですね。シールド、当然サイズスプレーとか、ソーダのご使用というのは必要になってきます。次はちょっと他のもう一つ比較してみます。で、この前一番最初に説明したですね、MR70 の、これなんですけど、今、これのですね、一番ターボ、3500ルーメンがどれぐらいかっていうのを、これですね。かなりちょっと眩しいと思いますので、すごい見えます。どうでしょうかね。さっきとちょっと光の加減が違うと思うんですよね。すごい光ですね。ただやっぱり日中だと、この光でやっても十分攻撃はできますね。あくまでシールド、直接は見ない限りは、ちょっと攻撃見てるから申し訳ないですけど、先ほどの1000ルーメンとこの3500ルーメンの違いは大体これくらいになってきます。じゃあどうかということで、ちょっと離して2本やってみますかね。こちらが1000ルーメンです。で、ターボですね。ちょっと離れます。すいません、カメラが出てる。わかりますかね。ほとんどね、ちょっとライトの加減で差は分かんないかもしれないですけども、実際比べてみるとね、どこなんでしょう。やっぱり3500ルーメンの方がちょっと若干やっぱりきますかね。やっぱり相当1000ルーメン超えてくるとね、かなり高いものですからね。3500なんですけど、ちょっと光のこの光源が大きいと分かりますかね。左はちょっと1000ルーメンのスポットなんですけども、こういった感じですね。ただ両方、今例えばマックスで両方照らしてますけども、やっぱり攻撃はできますね。別にそのまま相手の方に向かって攻撃はできます。シールドとしてはいいんですけど、やっぱりこれ夜ですよね。夜だと役立つですけども、昼間こういう明るい時ではちょっとやっぱり難しいかなと思いますね。
してた一線流面ですよね。長い手です。まあ、ボタンの位置は後方になります、ね。で、左が前に紹介した MR70 です。大きさ的にはね、やっぱりちょっと若干、わかりますかね。これだけのね、LED のランプの大きさの違いがありますので、まあ、当然光源の力が違ってね、ルーメンが違うというのは当然なんですけども、ただこの持った時のね、この熱なんですけどね、やっぱり一線ルーメンのこちらですね、小さい方の方はやっぱ熱持ちますね。ただこちらの MR70 の方は、ね、3500ルーメンで、まあ、いずれ下がるんですけども、あ、ちょうど今5時になりましたね。ちょうどなってますね。ですので、こちらはほとんど熱を持たないですよ。まあ、3500ルーメンでこの1000ルーメンの連続使用にかなり使ったような感じかなって感じです。まあ、そういう意味でやっぱり違いますよね。まあ、LED ライトのね、ご信用っていうのをちょっと考えてることに、まあ、参考になったかなと思います。で、前回ちょっとこの MR70 に関してなんですけど、おそらくですね、この3500ルーメンを出せて、この大きさっていうのはね、おそらくこの MR70 だけじゃないかと思いますね。同じ3500ルーメンをね、出す機種っていうか、その商品がいっぱいあるんですよ。でもね、ここまでコンパクトに収まって、まあ、そうですね、こういう、本当に、この手のひらの中にね、収まるぐらいの大きさで、ルーメン出せるっていうのは、やっぱりありがたいですね。ダブルクリックでこれでマックスですよ。これはミドルですけど、あ、もうこれでマックスですよ。だからちょっとこれでマックスなんで、まあ、これで照らしながら相手を、まあ、サイドスプレー、まあ、サイドスプレーはあれですかね、かえてかけるのにこれだと顔を伏せられちゃうのでまずいかもしれないですけども、まあ、夜間のね、目つぶしの中にはちょうどいいんじゃないですかね。まあ、こういった感じですね。まあ、ちょっとした参考になるかなと思ってちょっとやってみました。なかなかね、ライトのね、性能を夜やるっていうんですけども、ご信用として考えたライトのね、使い方っていうのを実はやってる人いないんですよね。ライトそのもののね、性能とかはいろんな方がこう実験してるんですけど、実際これをね、ご使用に使えるかとかね、そういう風な感じでやってる方はいませんので、ただ結論としては、日中はやっぱり効果ないです。はっきり言って。日中に関しては効果がないです。あくまで相手を、まあ、照らしながら他のもので、まあ、攻撃する。もしくはもう、照らしながらもうとにかく離脱するっていうのはもう理想ですね。このフラッシュライトで何とかしようかっていうことはちょっと難しいですね、日中に関しては。まあ、夜間でしたらね、瞬間的に相手を照らして目通しできると思うんですけども、まあ、ちょっと参考にしていただければ幸いですね。以上です。